のーにーチャンネル。Thank you.
はい、皆さんこんにちは、のにチャンネルです。今日は白菜と豚バラのラザニア風です。まあこれも白菜を切ってトマト系のソースを作って、それを水を入れて白菜、豚肉を入れて餃子の皮を引いて、それを繰り返すだけで、最後にトマトのソースを乗っけて、でグツグツと煮込む。やっぱり水分が多く出るんで、それだけは注意していただいて。それではお疲れ様です。いただきます。うん、おいしい。でもこういうのは本当簡単でお腹いっぱいになるし、メインも野菜のつもりだし。はい、それでは今日はラザニア風でした。本日の動画が良かったなと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。そしてコメントも待ってます。ごちそうさまでした。